アダム・ポドレッシュは、ニューヨーク州ロチェスター出身の元アメリカンフットボール、選手。ポジションはパンター。成長期には、ランニングバックやラインバッカーを務め、200メートル競争、400メートル競争で好成績を収めた。メリーランド大学では4年間アトランティックコーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。2007年の NFL ドラフト40目で、 ジャクソンビル・ジャガーズに指名されて入団した。2008年6月2日、ロチェスターのユダヤ系スポーツ選手の殿堂入りを果たした。その日ジャガーズのトレーニングキャンプがあったため、彼の代わりに祖母が表彰式に出席している。2010年、大規制にがんが見つかったが、手術が成功し、放射線治療や化学療法の必要もなくなった。6週間後に彼はチームに復帰。 全試合に出場し、ネット平均で43.8ヤードをマーク、敵陣20ヤード以内に26回蹴り込んだ。2011年、オフシーズン同士交渉が難航し、ロックアウトが続いている間、ジャガーズのキッカー、ジョシュスコビート3回ワークアウトを行った。同年7月29日、ベテランのブラッド・メナードと再契約を結ばなかった。 シカゴベアーズと5年間1000万ドルで契約した。この年スペシャルチームユニットに多く故障者が出る中、自己ベストで、ベアーズ史上1996年のトッドソーアーブランの44.8ヤード、2006年のブラッドメイナードの44.2ヤードに次ぐ、歴代3位となる43.9ヤード、ネットでもベアーズのパンターとしては1966年以来、 最高の40.4ヤードを記録した。2010年10月、故郷に近いラルフ・ウィルソン・スタジアムの試合に初めて出場したが、パントを蹴る機会は与えられなかった。2010年に、ジャガーズのヘッドコーチ、ジャック・ゼル・リオよりキックの方向、ハングタイムともに素晴らしいと評価された。パンターながら40ヤードを4.4秒と素早い、スピードを持っている。2012年5月10日、 クレート11種ファミリーフェスティバルに出席した。ありがとうございます。